はい、ステイヤーズステークスということでやっていきたいと思います。秘密結社メガネ総という発注でございます。まあ、こちらね、まあ、やっぱりこう超長距離ってことで、例えば騎手の腕だったり、まあ、長距離適性があるのかどうかだったりね、その辺が大事な考えどころかなっていう風な感じでやってたらね、まあ、早速いきましょう。こんな感じで軸は10番のシルブロン、まあ、当選上段3区ということでね、まあ、大体ね、こういう種母馬が、まあ、活躍馬が出せてない種母馬、完全に能力が低いか、まあ、もしくは日本に適性が向いてないか、みたいなところだと思うんですけれども、まあ、当選上段みたいな感じの3区成績の種母馬のうち一部は、まあ、日本に適性が向いていない、その分ステイヤーに出やすかったりすれば、まあ、長距離戦得意ってことになって、こういうところで開花が期待できるっていうのはあると思うんですね。外国人騎手を確保して長距離っていうのもまあ狙いどころですし、あとは本当はインを確保してインベターとかその辺もあるんだけれども、まあ、そういうことができそうな騎手の中の比較で言えば、まあ、この馬が馬自身の実力はあるのかなということで軸でいきたいと思います。そして1番のキングズレイン、菊花賞でも狙いたかったですね。抽選覚悟で出てきてほしかった、まあ、そういう戦績に来てると思います。距離延長内枠の外国人騎手ということで、3歳馬でも、まあ、確かに紐には抑えておく価値あるかなと。一番人気、まあ、まあ、そっか、そんぐらい売れるかぐらいの、ね、納得感はある感じですね。そして4番のヒュミドール、まあ、休み明け1つ叩いて、まあ、もう何回か叩くタイプではあるんだけれども、叩いた方がいいタイプではあるんだけれども、まあ、上昇は期待ができるところ。今年の、ね、2月のダイヤモンドステークス2着馬で、距離延長は楽しみということで入れておきたいと思います。そして5番のマイネル・ウィルトス前売り4番人気。安定もね、日本人で言えばこのメンバーだったら横山武史、これはもう格上、力上位、実績上位。まあ、前走もね、アルゼンチン共和国杯2着に来てますし、まあ、あとは、こう、左回りから右回りっていうのがどうかぐらいのところだと思います。そして12番のセファーラジエル前売り7番人気。昇級後は長距離路線を使われてきております。まあ、アルゼンチン共和国杯もね、掲示板に来ているように。そしてそこからの相手強化、相手弱化かと距離延長でどれだけやれるかということで楽しみにしていきたいと思います。というわけで、メインチャンネルフリーダム TV の方で、この後の G1 チャンピオンズカップ、その他の、まあ、地方も含めた重賞はこちらのチャンネルでやっておりますんでね、まあ、合わせてチャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。